グロッタの町、ようやくたどり着いたわ。おい、あんた、見たところ旅の…あの町は今ひどい有様だと聞くよ。命が惜しけりゃよそへ行くんだな。ご忠告どうもありがとう。けれどそういう場所だからこそ私はあの町に行かねばならないの。この闇に覆われた世界で苦しんでいる人たちを助ける、それこそが私の使命だから。やれやれ、こんな世界になっちまってみんな自分のことで精一杯だってのに、人助けなんてご立派なこった。みんなだってもし生きていればきっと同じようにしているはず。こうして旅を続けていればまたどこかで会えるかもしれない。そうよね。町の中に魔物が、これは一体。俺たちに逆らうと生意気なやつだ。まだ自分の立場ってもんが分かってねえようだな。二度と愚かな考えを持たぬよう、その根性を叩き直してやる。待ちなさい。くっ、ブギー様に報告だ。助けてくれてありがとう。俺はグロッタの町で投資をしてたものさ。あんた、仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな。どうしてここに？私は人々を苦しめる魔物を退治しながら各地を旅しているの。その道中でこのグロッタの町が魔物に襲われたと聞いてやってきたのよ。話を聞かせてもらえるかしら。世界が闇に覆われた後、妖魔軍王ブギーって魔物が町を占拠して俺たち人間を働かせ始めたのさ。元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけど、その後誰一人戻ってきやしない。俺もなんとか一矢報いようと魔物に逆らってみたけど、このざまさ。苦しんでいる人たちを放ってはおけないわ。そのブギーという魔物は私が倒してみせる。でもいくらあんただって。ブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜しくないなら行ってみなよ。Thank you.
クロッタの町の人を苦しめるブギーとはお前のことね。へえ、いかにも僕ちんこそロトゼタシア一の伊達男、妖魔軍王ブギー様だじゃん。お前が僕ちんに逆らおうっていうおバカさんだね。さあその間抜け面を見せてみな。クラーパンサーのように艶やかな毛並み、ギガンテスバリに引き締まった筋肉、ボクちんのタイプど真ん中だじゃん。決めた、君はこの瞬間からボクちんのマイスイートハニーだよ。一生ボクちんのそばにいてちょ。何よふざけたことを。そんな可愛い顔で見つめられたら僕ちんキュンキュンしちゃうじゃん。よし、素敵な君との親睦の証として僕ちんからプレゼントをあげちゃう。ぜひ受け取ってほしいな。じゃじゃじゃーん、僕ちん特製のバニースーツさ、絶対君に似合うから着てみちくり。黙りなさい。はい、ブギー。出会ったばかりの二人が触れ合うなんてハレンチすぎるじゃん。まだ君の名前すら聞いてないのに。ボクちんはどうしても君にこれを着てもらいたいだけなんだ。ほら、あれを見て。あいつらに手を出されたくないなら、このバニースーツを着てくれないかにゃ。おほー、ブギ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 。早く人質を解放して真面目に私と戦いなさい。ブギ、宣言撤回。気が変わったじゃん。僕ちん君のこともっと知りたいから二人きりでおしゃべりしたいな。というわけでブギボクちんとかわいこちゃん以外のやつらはみんな吸い込んじゃってちゃ。あ、承知しましたわ、ブギー様。うん、約束を破ったわね、強者。おこた顔もプリティーだね。大丈夫、君だけは吸い込まないから安心して僕ちんのそばにいてよ。いけない。あら、君ら、君だけはそこに入っちゃダメだよ。あっ。
やだ、もう戦いたくない。謝るから許してくれ。ブギー様に立てついた罪は重い。この妖魔の監獄であと1万回は戦いの練習台になってもらうぜ。なんて非道なことを。抵抗できない人を戦いの練習台にするなんて許さない。やめろ、頼むから余計なことはしないでくれ。な、お前見ない顔だが新入りか。安心しろ、この人間を殺しはしない。ブギー様に盾ついた罪を骨身にしびるまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄のルールなのさ。じきにお前も同じ目に合わせてやる。自分の順番が回ってくるまでせいぜい震えて待つんだな。ここがどんな場所であろうと見過ごすわけにはいかないわ。よしてくれ。あんたがこいつらに逆らったら俺まで何をされるか。いいから俺のことは放っておいてくれ。そんなに人助けがしたいならこの奥の監獄部屋には俺よりもひどい目に遭った連中が閉じ込められてる。そいつらのところへ。わかったわ、この奥なのね。Thank you.
あなたたちは仮面舞踏会に参加していた闘士たち、みんな無事だったのね。ああ、あんたもここに落とされたのか。お互いついてないな。あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかったと聞いていたけれど、一体何があったというの？俺たちはブギーに返り討ちに遭い、この妖魔の監獄に落とされちまったんだ。ここに落とされた者はね、ブギーに逆らった罪を償うまで魔物たちからお仕置きを受けるの。一人ずつ魔物たちの戦いの練習台にされ、たとえボロボロになって倒れたとしてもそれは続くのよ。なんて残酷なことを。僕たちを異空間に吸い込んで、この妖魔の監獄で戦わせているのはメガモリーヌという魔物らしい。そいつがいる限り僕たちはここでずっと戦い続けなければならない。毎日毎日恐怖と痛みに怯えながら。それは辛い日々だったでしょうね。でもまだ希望は残っているはずよ。その話が本当ならメガモリーヌを倒せばここから脱出できるかもしれないわ。希望か、そんな言葉久しぶりに聞いたぜ。奴らに逆らったところでさらにひどい目に遭わされるのがオチさ。おとなしくしてたらいつか奴らも許してくれるかもしれねえ。いいからもう放っておいてくれよ。でもそれじゃ何も変わらないわ。今立ち上がらなければ。噂で聞いたわ。悪魔の子が魔王を誕生させたせいで世界が壊れちゃったんだって。言いたくないけど、マルティナさんって悪魔の子と旅をしてたのよね。そんな人から何を言われたって。それは、そろそろ次のお仕置きの時間だ。次はお前が戦う番だ。我らがブギー様に立てついた罪、身をもって償ってもらうぞ。いやだ、僕はもう戦いたくない。やめなさい。それほどまでに人間と戦いたいのなら、この私が相手になるわ。面白いじゃない、ボットでのくせに。ほんと生意気なやつね。この声はメガモリーヌ様。生意気なやつって私大嫌いなの。だから特別にヤーマの監獄名物、地獄のお仕置きラッシュを味わわせてあげる。ブギー様のお気に入りだからってこのメガモリーヌ様は容赦しないわよ。メガモリーヌに目をつけられちまった。あんたもう終わりだぞ。希望がある限り私は戦う、それだけよ。
の監獄の本当の恐ろしさ、その生意気な人間に思い知らせてやれ。いくら仮面舞踏会で準優勝だったからってこの戦いには勝てるわけないぜ。まったくバカなことを。今のは？みんな、よく見てちょうだい。そこに立っているのは無謀にも私たち魔族に盾ついた不届き者よ。愚かで哀れなその人間に自分の立場ってやつを分からせてあげましょう。さあ、地獄のお仕置きラッシュの開幕よ。獣突き！
したことないわね。話に聞いていたお仕置きで、あの地獄のお仕置きラッシュをた、どうしてあれほど頑張れるの？花、地獄のお仕置きラッシュを突破するなんて、いや、こうなったらこの監獄の支配者であるメガモリーヌ様直々。戦い終わって疲れたところを狙うなんて卑怯だぞ。ああ、所詮あんたみたい。まったく、ちょっとブギー様に気に入られたからって調子に乗る。ブギー様が真に愛しているのはこのあたし。美貌もスタイルも、この程度で私に勝ったつもり？メガトン級も大したことないのね。もうお仕置きの時間は終わりよ。そんなに死にたいのなら、この私が望み通りにしてあげるわ。マルティナさん、
もういい。もう立つな。歯向かうのをやめれば、もしかしたら命だけは助かるかもしれない。このままじゃあんた死んじまうよ。ここで立つのを諦めたら、待っているのは希望の杖へと本当の絶望よ。今世界は絶望の闇に覆われ、たくさんの人たちが魔物に怯えて孤独にさらされている。でもそんな時だからこそ、苦しむ人たちを助けたいと思った。かつて彼や仲間たちがそうしていたように。その思いが絶望の中にいた私を突き動かし、決して揺るがない希望の光となって、だから私は何度だって立ち上がる。よくもメガトン級に美しい私の体に傷。ハンフリー、どうして？あんたのおかげで目が覚めたよ。深い絶望にとらわれるあまり、俺は希望を見失っていた。孤児院の子供たちを守ること、それこそが俺にとっての希望の光だ。俺たちだって戦うぜ、グロッタの闘士である俺たちが。さっきはひどいこと言ってごめんね。あなたの言う希望光ってやつ、もう一度信じて一緒に戦うわよ。さあみんな、こんなやつさっさと片付けて、一緒に元凶であるブギーを倒し、町の人たちにも希望を届けましょう。あんたたちみたいにムカつくやつらには普通の地獄なんかじゃなまん、これぞ我が美学。ファイト。シア直撃。キレキレよ。美しき闇、ふれ！おりゃ！女性！それ！どう？地獄に落ちなさい。よっ！
ぶち抜くぞ。直撃！したことないわね。いい感じね。なんで私がこんな奴らに。これで本当に、お、早くここから脱出しないとヤバそうだ。あれはもしかしてグロッタの町の一か八か。みんなあそこに飛び込むわよ。なんだ？もしや、かわいこちゃんの身に何か？お、ホンギー！俺たち、どうなったんだ？ここは、グロッタの町？俺たち、戻ってこられたのか？さあみんな気を引き締めて、喜ぶのはまだ早いわよ。あとはブギーを倒すだけ。奴を倒してグロッ、ルティナさん、ようやくボクちん特製バニースーツの効果が
これからは僕ちんだけのために一生懸命頑張って、もちろん交換日記もしてもらうし、もし それだけ